ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局。皆さんこんにちは。JMA それではいきますよ。全速全身よいしょろからのデイデイ、渡辺予約シュカシュこと斉藤シュカです。はい、黒沢ルビー役フリリンこと振畑愛です。ベララジも一緒に頑張るビー、よろしくお願いします。リトルデーモの皆さん、おはよはねおはよしく、どこらよはねよみょんみょんありがとうございます。辻橋子役愛犬こと小林愛香です。はい、スクールアイドルアクアとして輝きを目指してがむしゃらに駆け抜けていく9人の少女たちのストーリー、それがラブライブサンシャイン。この番組はそんなラブライブサンシャインのことをより広くの人に知ってもらうために、アクアメンバーが全力で頑張るスクールアイドルウェブラジオです。皆さんもスクールアイドルになったつもりで一緒に番組を盛り上げてくださいね。はい、ということで11月になりました。なりました。そして本日11月2日は松浦香音役諏訪奈々香さんのお誕生日です。おめでとう。おめでとう。よおめよよっよっこれ、これ流行らしていきたい。流行らしたい。そうだね、よっていう。よっ、よっ、よっ。流行らしていきたい。お願いします。はい、そして、そして、まあ、ちょうど1週間後が11月の9日に、うららじの JMA 放送局のテーマソング CD がついにリリースですよと。うわーよっよっ待ってました。待って、これ流行るかな。流行んなさそう。ちょっと難しいね。ちょっと難しい。うちらがずっと言っていくしか。うちらだけでいいよ。まあ楽しみなどね、うん、皆さんぜひぜひ、今週もですけど来週も楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。それでは皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。ラブライブサンシャインアクア裏の視聴学院ラジオ 1,2 のサンシャイン。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りします。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局。ラブライブ総合マガジン連動企画、みんなで作る裏ラジイラスト。決めたシチュエーションが実際にイラストになってラブライブ総合マガジンラブライブデイズに掲載される特別連動コーナーでございます。イラストはとしおが描いてくれます。とし水色のカーディガンが似合いますね。いい色ですね。素敵な色で、秋だね、秋だね。携帯のカバーも同じ色でした。秋だ、秋じゃねえか。よく見てる。よく見てるな、本当に。まあ、ちなみに前回はですね、もしも沼津の魅力がいっぱい詰まったテーマパーク沼津ランドができたら、そんな話で盛り上がるよしこちゃんとまりちゃん、うん、2人が考えた沼津ランドのアトラクションとはというテーマで沼津ランド併設というイラストになりました。こちらのイラストが現在発売中のラブライブ総合マガジンラブライブデイズボリューム34に掲載されています。可愛かった。可愛かったね、うん、ねめちゃめちゃ可愛い、パンダもいました、ね、あ、ね、恐竜もいました。そう意外とやっぱ2人ならではのイラストでした ね。ありがとうございました、はい、ということでそれでは今回、皆さんからアイデアを送ってもらったテーマを改めて発表したいと思います、はい、沼津の魅力を広めるためにリコちゃんと花丸ちゃんが動画配信をスタート、どんな動画を配信したです。はい、はい、こちらアイディアメールたくさんいただいておりますので紹介していきたいと思いますよ。いきます。ヨーソロネーム素人さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。笑わないよ。カタカナで書いてあった。カタカナで、カタカナで素人さん、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 いじっちゃったよ。久しぶりにしちゃった。2人が考えたのは沼津の名スポットとのコラボ、毎回名スポットを紹介しつつ最後に
はそこをバックに一曲披露、いろんな場所で歌い踊る姿は可愛すぎると大バズり、個人的に水族館でペンギンと一緒にダンスを披露してほしいですといただきました。2人の曲ね、可愛いな、ね、めっちゃ可愛い気がする、ね、いいですね。で続いて、ピギーネーム紹介法さんからいただきましたよ、ありがとうございます。花丸ちゃんの特技の独唱と、はいはい、リコちゃんの特技のピアノを生かすために、うん、ラララサンビーチにピアノを設置、うん、富士山と駿河湾をバックにピアノの音色と歌声を響かせることに、空を飛ぶ海鳥と空を飛ぶ海鳥の鳴き声と打ち寄せる波の音も合わさり、聞いていて心地いいなどのコメントが多く寄せられ、うん、高評価とチャンネル登録者が増えるのでした、うん、おいいね、いいね、いいね、某有名な、ね、うん、動画サイトですけど、はいはい、でラララサンビーチめちゃくちゃ綺麗なビーチで、これをバックに、はい、というね、いいね、いいね、これバックにいいね、うん、なんか眠っちゃいそうな動画になりそう、ね、心地いい感じで、うん、睡眠導入みたいなめちゃめちゃいい、じゃ続いてリトルデーモンネームパワッチョさんからいただきました、ありがとうございます。東京から沼津に引っ越してきたという経験を生かして、沼津に来て困ったことや良かったことを丁寧に教えてくれるリコちゃんに対して、花丸ちゃんは無言で沼津グルメを食べる食べる、そして説明不要の至福の顔を見せてくれます、はいはい、あの美味しそうな食べ物はなんだと検索されて沼津グルメが急上昇、沼津移住を真剣に考える人にもためになる配信になりました。あ、なるほどね、うん、確かにまあ無言で食べてるとか見たいで普通、ね、食べて美味しいっていう顔してるだけで、うんうん、そりゃ検索されちゃいますよ ね、モッパンみたいな、うん、ね、ASMR ASMR みたいなやつだよね、いいじゃんいいじゃん、いいね、うん、ではでは続いて、ヨーソロネームダンダンダダンさんからいただきました。2人が伝えたいのは沼津の自然、うんうん、そこで目につけたのは未来ズラなドローンを使った撮影、すごいね、うん、空から見た海や山、街並みは絶景だらけと大好評、目をキラキラさせながら操縦する花丸ちゃんと一生懸命サポートするリカちゃんも 見物ですといただきました。花丸ちゃんが操縦す るの、ね、大丈夫かな、機械弱そうだけどな、ポチって押した瞬間にドローンがドローンすごい揺れてんじゃないずっと、大丈夫かな、動画見づらいな、はい、続きましてビギーネーム MC ヤターさんからいただきました、ありがとうございます。秋といえば紅葉、うんうん、花丸とリコは沼津の紅葉を動画配信することにしました、はいはい、しました。沼津での紅葉の名所といえば鹿抜山、うん、途中の紅葉を楽しみながら頑張って山頂の展望台に着いた時には富士山と駿河湾、はい、そして沼津の街並みが一望できる最高のご褒美が待っていますよ、うん、ということで、これもいいな、ね、これは最高だ ねほっこり見てみたい、ね、動画いいですね。じゃあ続いてリトルデーモンネームシャチさんからいただきました、ありがとうございます。裏女の音楽室の窓を全開にし、うん、沼津の雄大な海やみかん畑が広がるのを背景に、うん、リコちゃんのピアノ演奏、花丸ちゃんは大好きな長いパンや海鮮丼などの言わないんだね、言わないんだね商品名は伏せてる別に言っていいんだけど言っていいんだけどね海鮮丼などの、沼津の名産物をいろいろと紹介したり試食したりする姿を配信、うんうん、沼津の自然や食の魅力を紹介しているのはどうでしょうか、ね、いいね、番組だね、すごく確かに番組ですね、大好きな長いパンだったり、大好きな長いパン全然言っていいんやでありがとうね、気遣い、ありがとうございます、ノッポパンですあ、言うここまで言うみたいなではでは続いて、はい、ヨーソローネームナイスさんからいただきました、ありがとうございま す, います沼津といえば海鮮丼、うん、せっかくなので全身で海鮮丼の魅力を伝えるために巨大海鮮丼のオブジェを制作、いい、ね、自分たちもアシ、マグロの切り身などの格好をして海鮮丼の具になってアピール、ピッチピチな海鮮を紹介するのぴったりなピッチピチな2人ですといただきました採用いやピッチピチを言いたいだけな気がする、そうそう、ピッチピチな、うん、ピッチピチな2人ですってピッチピチでおいいじゃんピッチピチ、はいはい、全身でね、切り身だよしかも
切り身の方だよしかも。そうなんだ、触れづらいなこのメール、なんか、はい、次行こう次行こう。ピギーネームのどぐろおいしいさんからいただきました、ありがとうございます。沼津にある水族館とコラボし、うん、2人でイルカショーに挑戦、うん、少し不慣れな2人に対しても賢いイルカさんがサポートしてくれる姿は絶対に可愛い、うん、きっとみんなが沼津に行きたくなるはずです。あイルカさんの方が賢いっていう、イルカの方が賢いよねっていう、まあ、ちょっとね不慣れだからね、まあ、まあそうね、サポートしてくれるすごいね、うん、賢いなみたいな、絶対可愛い、可愛い可愛い。じゃ続いてリトルデーモンネームウルトラマリンブルーさんからいただきました、ありがとうございます。リコちゃんと花丸ちゃんは沼津の昔話を朗読する動画を配信、二、うん、人の柔らかな語りが評判となり日本中に広まるのでした。ちなみに調べてみたら沼津昔話再編出版プロジェクトというプロジェクトをしてるみたい、うん、あリアルですよ、だって普通 ある参考画像でありますよ、沼津昔話天狗の相撲、すごいなんかでっかい天狗だね、天狗、うん、沼津の八幡神社の神様が懲らしめたという沼津にまつわる昔話、相撲が好きすぎて悪事を働く天狗を、うん、沼津の八幡神社の神様が懲らしめただって、リアルにあるんだったらいいじゃんね、これ、ね、これなんか、うん、やろうよ、ね、これいいじゃん、これいいよね、勝手にやろうよしかもやるのはあのリコちゃんと花丸さん、でもね朗読するってことだからね、まあなんか2人の柔らかな雰囲気で、ね、普通にやってほしい、うん、ね、日本中に広まるっていうことで、ま、そうそう、じゃあもうこさえようですね、これでもまあイラストじゃねえなっていう、まあまあまあ、じゃあ別企画としてこれやってもらって、普通に企画としてやってほしい、うん、企画としてねやってもらって、いいですね、ではではまだまだありますよということで、ほいほい、ヨーソローネーム月のピカリンさんからいただきました、ありがとうございます。沼津の温かさを伝えるため2人がやり始めたのは散歩動画、2人が街に繰り出し街行く沼津の人に挨拶をしていくだけの動画だけどほっこりすると大好評、2人の雰囲気にも合っているかと思いますといただきました。いい、ね、こういう番組好きなんよ ね、うん、ね、いいよね、うん、散歩系挨拶をしていくだけの動画、そうそうそう、でもきっと挨拶だけじゃないよね、じゃない、何かもらったり、ね、もらったりとかするの絶対にいいよね、これなんかいいな、何しに来たのとか言って、うん、すごいいいじゃん、これちょっと待ていいってやりたい、私それで、それ見てる人、ね、ちょっと待ていい、ちょっと違ったね、黒沢職人やりたいな、ちょっと待ていいいいな、やりたい、突っ込みたいんだけどじゃあアリサとじゃあじゃあアリサとはい、で続いて、はい、ビギーネーム瀬能さんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。犬好きのリコちゃんが考えた動画のタイトルは沼津のワンコ、沼津の人から紹介してもらったいろんなワンコに会いに行く動画、お散歩ルートなどどこで会えるのかも教えてくれるので全国の犬好きさんにも大人気、二人と犬可愛いに決まってますね。そうです ね、 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 ね、沼津のワンコは有名な朝番組のやつだ、おい結構みんなこすってくね、そういう好きなんだ ね、 ね、こういうのみんなみんな好きなんだよ、うん、じゃあ続いてリトルデーモンネームコリアンダーさんからいただきました、ありがとうございます。2人が始めたのは100日後にマッチョになるアクアなんか聞いたことある、2年ぐらい前にあるよね、100日間沼津の至る所でトレーニングを積むことで、うん、沼津のことを伝えつつアクアの成長も日々追うことができる、うん、これはバズること間違いなし、まあバズってるしねこれ毎日やんなきゃだもんね、そうだよ、毎日撮んないと、毎日更新だから、そうそうそう、結構大変よ結構大変だよねでもこれはでも沼津で撮ることによって沼津の魅力も一緒に伝えられるしみたいな、だしトレーニングもトレーニングもできてからいろいろ、まあ、いいよねっていいよねウィンウィンだねみたいな、いいよねなるほどね、すごいな、コスコスだ ね、 ねすごくコスコスみんな結構では続いてヨーソローネームヤワシンさんからいただきました、ありがとうございます。ありがとうございます。花丸ちゃんが考えた動画のタイトルはホタルになって空を飛んでみた、どうしたの、何笑ってんの、あれこれあれこれ見たことあるこのメール、ちょっと一回聞いて、一回読んで、うん、えホタルになって空を飛んでみた
未体験ホライゾンの衣装を着てお尻に懐中電灯をつけた花丸ちゃんがバンジージャンプをする動画、ホタルズラーと叫ぶ花丸ちゃんと半ば呆れ顔でカメラを回すリコちゃんが見たいです。あれこれいいね、これ3ヶ月前ぐらいになんか、なんか見たことあるよね。これさ、何で見たんだっけ。ええ、でも このターンこれじゃない、これだよ。え、なんかどんなテーマだったか忘れちゃったけど、けど来たよね。でもあったよ、あれヤバシ、え、またえ、またでもさ、これ違う人だったらすごくない、これ。でもさ、これさ、ホタルだからさ、夏とかのさ、やつだよね。なんかそうだった気する。そうだね、きっと。あれ、どうしてもお尻に懐中電灯やりたいんだ。え、くだらない、やめて、くだらない、マジで。ねえ、笑っちゃダメだよ。しかもさ、それをさ、真剣に読みたいのにさ、それを絵にする年男の気持ちもなったよ。どういう気持ちで描くのよ。なんか見てみたいけど、なんかこの、なんだろう、花丸に申し訳ないっていうこと。え、これ永遠に送ってくる気がするな。マジ、こういろんなテーマでこれ言ってくる気がするな。わかんないけどね。もういいです。もういいです。わかんないよ。続いて、ビギンネームデニムジャケさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。東京から沼津まで新幹線や電車で行くなら、オラだったら迷っちゃいそうずら。と心配な花丸、そこで都会にも慣れているリコちゃんと一緒に沼津への行き方動画を撮りに2人で東京に。でも動画を撮るのは帰る時でもいいよね、まずは遊びに行ってからと、撮影そっちのけで東京を満喫する2人、本当は遊びに行きたかっただけっていうのはみんなには内緒だよ。ちょっと待って、何これ、内緒だよ。え、なになにこれ、いいじゃん。内緒なの、かわいいって話、かわいいって話だから、そこまでがセットってことか。あ、ごめんごめんごめん、本当は遊びに行きたかっただけっていう、真面目だからさ、こういうの、内緒だよって内緒だよ、なんでるってなっちゃったんでしょ、今不安になっちゃった。はい、で、出揃いましたね。かわいかった、かわいかった。やっぱあれだね、花丸だから食べ物系もいいし、ニコちゃんだからピアノもいいし、シンプルに。でもピアノとやっぱ読書は聞いてみたいっていうのも、見てみたいっていうのもあるけど、やっぱ見た目のね、イラストにしてもらうんだったらインパクトって。ホタル、ホタルは今覚えてたな、違ったね。なんだろう、そうだね、イルカのも可愛かった。絶対可愛い。でもイルカ前やった、あ、そうやったね。なんか動物系は結構やってんのよね。るもんね。じゃあやめとく。じゃあやっぱピアノと、ピアノ、それはいいよね。ね、ごめんね。なんかこうラララサンビーチだったら結構ロケーションもいいのかな、うん、とか ね思うよね。でも教室っていうのも結構捨てがたい。あんまない。裏所の教室からね。そう、窓開けて、そう、素敵な景色が見える。確かに。そう、それいいね、いいよね、うん、もう100日後のマッチョになるやつもあるけどね。バズるならね、バズるなら、バズるなら、バズれとは言われてないよね、うん、今回は、今回はバズれとは言われてない、言われてない、シンプルに動画配信の、そうだよ、ね、なんで、いいんじゃない、裏所の教室からピアノと、ピアノと、ね、読書みたい。大好きな長いパンのやつ、あー、そうだ、あ、これか、ブラジルのやつだと、うんうんうん、長い、大好きな長いパン、海鮮丼、ね、まあいろいろ試食したりする姿も配信できますし、うんうんうん、いいんじゃない、沼津の自然、食の魅力も紹介できますよ、こちら、うんうん、こちらにしますか、これにしましょう、じゃあこちらに、はい、ということで、はい、それでは今回決まったシチュエーションを改めて発表したいと思います。リトルデーモンネームシャチさんからいただいたアイディアで、うん、裏所の音楽室の窓を全開にし、沼津の雄大な海やみかん畑が広がるのを背景に、リコちゃんのピアノ演奏、うん、花丸ちゃんは大好きな長いパンや海鮮丼などの沼津の名産物をいろいろと紹介したり、うんうん、試食したりする姿を配信に決定しました。いいんじゃないですか、すごくね、素敵なものになりそうですね、うん、長いパンもぜひ書いていただいてよろしくお願いします。はい、それでは次回12月下旬に発売されるラブライブデイズの募集シチュエーションを発表いたしましょう。リトルデーモンネームウードンさんからいただきました。はい、出ます。2人で
雪まつりに参加。びっくりするくらいの人だかりが。なんで？なんです。なんで？なんで？なんで？なんでって聞かれてます。なんで？大喜利みたいですね。確かに。なんで？なんで？それではこのイラストの組み合わせですね。ここにある2つのサイコロを振って決めたいと思います。1から順番にアクアメンバーが割り振られていますので、出た数字の2人が次回登場することになります。うん、今回はシュカが振ってもらいますよ。はい。はい、サイコロお願いします。まず1人目、うん。はい。ルビーそろそろ出ないかな。そうだよね。うん。4。ダイヤ。ダイヤ。姉妹来るか。来て。よし。え？ダイヤ？クロスアワー嬉しい、すごい、すごい。ということで今回は黒沢姉妹2人で雪まつりに参加。びっくりするくらいの人だかりがなんで？うわになりました。ありがとうございます。素晴らしいです。イラストアイディア募集いたします。皆さんからたくさんのメールお待ちしております。以上、みんなで作る裏ラジイラストでした。それではここで1曲お届けしたいと思います。来週11月9日にリリースさせていただきます、ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局テーマソング CD YYY でファボタージュ。情報です。ラブライブサンシャインアクアシックススラブライブくるくるロックンロールツアーオーシャンステージのブルーレイメモリアルボックスが本日発売となりました。デイツー公演に加えてフォトブックレット、メイキング映像を収録。店舗特典はなくなり次第終了となりますので、ぜひお早めにゲットしてください。そしてこの番組ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局のテーマソング CD YYYYYY を11月9日水曜日にリリースさせていただきます。テーマソング CD に加えましてカップリング楽曲ファボタージュと取り下ろしラジオも収録してます。はい、そして初回生産特典として2023年開催のラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局公開録音イベントのチケット最速先行抽選申し込み券が封入です。 YouTube にて視聴動画も公開中ですので、ぜひチェックしてくださいね。続いてライブ出演情報です。11月13日日曜日に開催されるブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドームにアクアからは私たち3人が出演させていただきます。はい、何の曲をやるのかはお楽しみに。詳しくはブシロード15周年記念ライブ in ベルーナドーム公式サイトをご確認ください。
そしてそして購買部情報です。今裏の星ジョガイン購買部にてアクアと一緒をテーマにしたウィズアクアシリーズの第2弾としてバックハンガーウィズアクアの予約が受付中です。机からバッグやリュックをぶら下げられるアイテムとなっております。持ち運びも便利ですよ。予約期間は配信日となる本日11月2日水曜日いっぱいとなりますのでお見逃しなく。続いて書籍情報です。ラブライブデイズにて連載中のコミック現実のヨハネアンポラライズドリフレクションの単行本化が決定しました。海沿いの町で占い屋を営むヨハネの毎日を松先生が温かみのあるタッチでコミック化した本作、発売は2023年1月下旬予定となっております。どうぞお楽しみに。さらに単行本情報です。沼津の風景写真とメンバーたちのイラストにより描かれるラブライブデイズの人気連載企画ファインダーバー沼津が一冊の画集となって発売することが決定しました。すごいすごいね。カメラマンゆうこけいさんの写真とイラストレーターほてちげさんによるメンバーたちの沼津での日常を切り取った画集、発売は2023年1月下旬予定。ぜひチェックしてくださいね。以上お知らせでした。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。でも来週はいよいよリリースだよね。ついにだよ。湧いてますね。湧いてます。視聴動画の時点でみんなこう来たかって思った方も多かったでしょうし、ねえ、ね、楽しみじゃない、ね、フルでね、うん、聞いてほしいよ ね、ということでぜひぜひお楽しみに、うん、それでは今回のラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ JMA 放送局はここまで。お相手は渡辺予約斉藤出版と黒沢ルビー役の振旗愛と寿司もやしこ役小林愛香でした。まったね。ラブライブサンシャインアクア裏の星女学院ラジオ、この番組は2017プロジェクトラブライブサンシャインの提供でお送りしました。